よっちゃんは足速えけど、球技なんもできねえから。多分よっちゃん多分ほんと軽度発達障害だからさ、物使った何かができないんだよね、あの人ね。あの人ほんとに軽度発達障害、もう多分、IQ78 ぐらいなのね、多分よっちゃんって。でも、足とか、ジャンプするとか、走るとか、そういうのはめっちゃすごい。足もくっそ速いし、走り幅跳びなんか記録持ってるし、あいつ。すごいんだよ。神経ラブあれでしょ。手足が長くて末端左足だからさ、俺よく、その理論あるんだけど、足短いやつってさ、運動神経いいじゃん。サッカーとか上手いじゃん。その脳波が足のつま先までに、届くまでの時間が短いじゃん。よっちゃん背高いから、あれなんだよ。その脳波がね、脳の信号が足先まで届くのが苦手なんだよね、多分ね。ただ陸上とかやらしたらゴミだよ。すげえよ、あいつは。身長183ぐらいじゃね。しかも顔もちっちゃくてさ、アスリートの体型してんだよ。俺と真逆。マジですごいよ。よっちゃんの走り幅跳び配信見せて、ね、俺笑うぜ。あの人さ、スポーツになると手抜かないのね。絶対どんな時でも、絶対手抜かないの。手抜けない人間なのね。よっちゃんの走ってる時の顔とか見せてやりてえわ。信号伝達遅いからね。その代わり球技は何もできない。野球もできない。バスケもできない。サッカーも自分は上手いと思ってるけど、超気持ち悪い。やってるとこ、よっちゃんのサッカーやってるところ、すごい女の子にモテなくなるような。顔かっこいいのに、よっちゃんがサッカーやってるところ見るだけで、偉大そうなやつ、自分上手いと思ってるけど、マジで下手っていう。俺足遅いけど、リフティングとかもできちゃうのね。で、いるんだよ。水泳とかも早いよ。パワー系の競技は、だからあいつラグビーやってたんだよ。ラグビー。ボールを取る走りだってさ、多分さ、繊細な動きって要求されるんだろうけど、ラグビーってさ、ぶつかる、走る、ボールを掴むじゃん。で、よっちゃんラグビーめちゃくちゃ上手かったからね。相手を再起不能にさせてたからね。本当に。シンプルな。しかも一番脳みそ使わないポジションにいたらしい。俺はバカだからそこに回されちまったってさ。で、最後の大会足を骨折して出れないで泣いてた、あいつは。な、励ましてやったからな。ふぅー、ジューシーって、情けねえよーって言って行きながら。なんか、かかとの骨を、なんだっけな、高いところからジャンプする選手権みたいなので、足の骨を。いや、やっぱやるじゃん、高校生って一番やるじゃん。高いところからジャンプする選手権で、かかとの骨を折って、高校最後の、夏の大会に出れずに泣いてたわ。やってるんだよ。神社でよ。肝試しみたいなやるんだよ。どのぐらいの高さから飛ぶのがベストかみたいな。棒に振ってたからな。すっげえ期待されてたのに。わ、なんか走馬灯のように思い出してきたわ。なんか会いたいな。本当は今日ね。俺ちょっと今日予定があったんだけど、まっちゃんとか天狗ちゃんとかさ、飲んでんだよ。で、俺も行こうかなと思ったんだけど、なかなかちょっとタイミングが悪くて行けなくてよ。よっちゃんが野球始めたらしくて、ガチで。なんか会社の、そう、デブなのに、会社の、なんだっけ、草野球に、参加してるってなって。で、なんか俺に教えてくれ、教えてくれって言うんだけどさ、なんか、教えるのって無理じゃん。自分が上手くなるのはさ、多分さ、いや、よっちって根っからのスポーツマンなの、本当に。よっちゃって根っからのスポーツマンで、ものすごい熱くなってて、なんかさ、シャブやってるみたいなテンションで電話かけてきて、なんか酔っ払ってんのかなと思ったら、ゆうじ、なんか、野球やらせてくれって。野球教えてくれ俺にっつって。で、俺言ったのね俺、もう15年やってないし、もうね、経験者っていうレベルじゃないよって言ったの。いくらさ、経験してたとはいえ、俺ね、上手かったのね、中学校時代、マジで。で、よっちゃんと俺中学校一緒だから、その時のイメージがマジで残ってるみたいで、いや、おめえが来れば俺も鼻が高えって。言ってくれてんじゃろ。いや、でも俺上手くないよって言ってんのに、おめえが来れば俺の鼻が高えみたいなこと言ってて。
だからこれから1ヶ月かけて体鍛えないといけねえんだよな。さすがにそれでさ、なんかでもね、上手くないらしいんだよ。上手くないんだって、周りがみんな。100キロ出たらすげえ、みたいな。そういうレベルらしいんだけどさ。まあ、それだったら、あるいはっていう、俺の淡い希望も込みで。ちょっと行ってきます。で、よっちゃんと野球やるって言ってたじゃん。ゆうちゃん、やっぱあれだ！試合じゃねえから、お前人迷惑だわって言われた、俺。あいつから、俺のさ、顔を立たせるためにもさ、練習試合やるからさ、見に来てくん、一緒に来てくんねって、向こうからオファーしてきて、8月忙しいよって言ってんのに、わざわざスケジュール開けたのに、やっぱり練習でお前が来るとなんか俺が気使うから、めんどくさいから来んないでくれって。俺が振られるっていうね。わかったよ、つって。それならしかない。お前が気使うんだったらもうしょうがない。俺が悪いよ、つって。また一週間前に連絡すっからって言われた。もしかしたら8月の後半によっちゃんと野球するかもしれない。なんか野球やりたいな、みんなとな。なんか、くだらねえことやりたいな。ね、幼馴染だけどそんな関係すげえ楽でしょ。本当にね、素敵な、本当にいいお侍さんたちになってる、あいつらは。本当にかけがえのないよね。もう絶対大事にしなきゃダメだよね。俺とそんな付き合ってくれるやつなんていねえから、本気で。あいつらいい、本当にいいお侍さんだったよ。あのバカども。あのキチガイども。あいつらパクられんねえから、うぜえし。ぶっ殺せばいいかな。邪魔なんだよ。あいつらがいると。休みの日に連絡かけてくるし。俺よっち未だに LINE NG してるし。LINE NG にして電話番号変えて教えてなかったら、あいつ、友達づてに聞いてるわけにしてからな。なに自分で番号変わったーっつって。俺変わったけど、おめえの電話がうぜえからおめえに教えてなかったんだよっつって。俺 LINE ブロックしてるから無理だよ、よっちゃんって。LINE 無視するからね、俺マジで。それでもやっぱかけてくれるし、俺もやっぱよっちゃんのこと大好きっていう。うわ、ほら、友達話してると会いたくなっちゃうよ。わっちゃん元気にしてんのかな、本当に心配になってきたわ。なんかでもこの前よっちゃんが60回電話してようやく1回出たよって言ってたから、多分生きてはいるんだよね。俺の電話に出ねえから昔にまで60回もかけちまったって。あいつストーカーの気質あるのね。鬼電しまくって、60回かけたら、60回目でわっちゃんが出たらしい。で、忙しいって言ってたよ、すっごい。放送でよっちゃんの話するとよっちゃんの奥さん怒られるからやめよう。よっちゃんのバカエピソード話すと、よっちゃんの奥さんが怒っちゃうからやめます。言うけどさ、ただのバカじゃねえんだよな。すげえ情に熱いバカなんだよ。俺のこと悪口言ってるやつとかはマジで許さねえのよっちゃん。だから、誰だっけな。あ、まっちゃんはフー殺すって言ってたし、だよっちゃん誰殺すって言ってたっけな。おい、あいつらな、11の悪口言ってらしいから俺ぶっ殺してやるよ、つって。誰だっけな、よっちゃんが誰か殺すって言ったんだよな。おめえ、うちのよっちゃん怒らせたらマジ怖いからな。石川の駅殺すって言ってたね。よっちゃん石川も殺すって言ってたから。石川別に俺の悪口言ってねえのに。生意気だから殺すって言ってたから。よっぽどおめえの方が生意気じゃねえか。あいつデブのくせに生意気だろって言ってたよ。デブのくせに生意気って言ってた。うちのよっちゃん武闘派だからな。ガークね、2勝したし。うぜえのが、しかもそれで常識人ぶってるのね。俺マジで、ちゃんと仕事とかしてるから、つって。あいつムカつくのかな？よく電話してくんのね、最近。で、何言ってた？お前、何飯食い仕事もしねえで飯食えてるって。俺のこと煽ってんの？あいつ手取り15万くらいのくせにさ、俺一応お前ら3倍、4倍稼いでんだけどって思いながら、まあギリギリ食えてるよ、つって。あいつなんかさ、先輩風吹かしてんだな、俺な。お前、大丈夫？飯食えてるつって。心配してくんの？俺のこと。ふざけんなよと思いながら。もう何度か食えてる、ギリギリ食えてるよ、つって。よっちゃん面白いだろ。ほんと面白いんだよ。いや、じゃ心配、そう、違う、ね、一番ムカつくのが、煽りで言ってんだったら、ネタにできるじゃん。あいつ俺のことガチで心配してんのね。
それがムカつくんだよ。だけど冗談とか悪口とかだったら面白いんだけど、ガチで俺のこと心配してる、お前大丈夫だろねえみたいな。布団ちゃんとか天狗ちゃんとかは、まあ、純だったら大丈夫だよ。ちゃんとやってるよって言って、ねえねえ、頑張れ頑張れって言ってるのに、あいつだけはさ、本気で心配して親みてえに電話してくんだよ。大丈夫なんかお前つって。飯でも食い行くかみたいな感じでさ。よっちゃん学校休んだことないよ。定額でしかない。あいつパワー系の池沼だから学校休まないことにすごいプライドがあって。風邪ひいても学校行ってたから。唯一学校休んだことあるのが、カバンの中に、タバコを忍ばせてたのが先生にバレて、定額になってたわ、2週間。本当に俺はやっちゃいけないことをしたって言ってた。その時。俺は本当にやっちゃいけないことをしまったって。でもその、よっちゃん定額になっちゃったんでしょって周りの友達に聞いたら、そうなんていうの、逃げるために、おいよっちゃんカバン見せなさい先生に言われたらしいの。そのカバンを、学校の外に、学校の外の廊下から、3階でよっちゃんいたんだけど、廊下から本投げたらしい、外に。カバンごと消し去ったらしい。俺は吸ってねえって言われて、それで。俺、肺が悪いから先生吸えねえよつって。じゃあ誰が吸ったんだ言われてたよ。で、定額になってた。よっちゃんは。それ可愛いとこあんだよな。パワー系のイケヌマなんだよ、あいつは。